将来チャンネル始まるよ。はい、先導役者でございます。さあ、今日はですね、あと私ども先導さんはね、最上川船下りはですね、歌を歌うのが結構メインになっておりますので、その中でもですね、実はこの真室川音頭というのがございます。こちらでございます、真室川音頭。このね、私この歌っていきますので、この練習風景を皆様にお届けできたらなと思いますので、はい、ということで、今回私この入ってからね、ずっと練習させていただいてますけど、この真室川音頭、真室川音頭を今からちょっとね、歌いたいと思うんですけど、これね、もう見ての通り、こうやってあーあーとかね、おーおーとか、これほい、カタカナいっぱいあるでしょ。これがまた難しいのよ。ねえ、これをいろいろなね、ちょっと勉強した上で、ちょっと練習させていただきますけども、今日はね、先生、ご紹介しましょう。先生、岸昭夫船頭さんでございます。はい、よろしくお願いいたします。この方はですね、もう、日本一、真室川音頭の日本一の先生でございます。さあ、日本世界一ですね。すみません、一生懸命頑張っておりますけど、いえ、とんでもございませんもん、ね、その日本一の先生から私教わるわけでございますが、こんな贅沢なことはありません。では早速です。先生に座っていただいて、はいはい、ちょっとね、真室川音頭、ちょっと久しぶりではありますけど、ちょっと歌ってみたいと思います。まず今の現状を、今どんなものなのか、私がちょっと歌ってみたいと思います。はあ、どんとこい、どんとこい、私は真室川の梅の花子りゃ、あなたまたこの町の梅いっすよ。あ、こりゃこりゃ、花の咲くの町かにて、こりゃつぼみのうちから通ってくれ。あ、どんとこい、どんとこいと、こんな感じでございます。はい、ということで、ね、今ちょっと一曲パーッと歌ってみましたけれども、これを岸船頭さんにね、ちょっとアドバイス受けたいと思います。岸さん、今歌ってみましたけど、どんな感じでしたでしょうか。非常に力強くていいんですけれども、はい、今のって言ったの、なんか階段上がったみたいに、こう段差がいっぱいあるんです。これしないで、こう滑らかに、滑らかに、こうまあ一節歌ってみますけれども、私は真室川の、ってこうするとこう全然流れが違って、こうみんな聞き惚れるんじゃないかなと思いますけど、それを意識して。私は真室川の、そうです。流れに沿わないと、わた、あしゃーって感じになって、ブスッ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 とこう、単体になると言いますか、うん、それだとこう、やっぱりこの花びらが散るみたいにこう滑らかに、こう、わた、あしゃー、真室川の、こう滑らかに音が効いてて、こう、すごく心地いいんじゃないかなと思いますけど、あれなんですか、これ絵もイメージできるような、そうです感じじゃないと、いや難しいな、なかなか。何かというと、梅の花がボタボタ落ちるんじゃなくて、なんかこうキラ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 とこう散っていくような、そういう気分出しながら歌ってみてください。私は真室川の梅の花、羊みたいな、そういった感じ、こんな感じなんです、そういった感じですよ。え、それじゃあもう一回こう滑らかにこう一番だけでも歌ってみてください。私は真室川の梅の花子りゃ、あなたまたこの町の海いっすよ。あ、こりゃこりゃ、花の咲くの町かねて、こりゃつぼみの
誓ったよてくれ。あどんとこいどんとこい。どうですか、歌ってみても。歌いやすいと思う。結構声はちょっと抑えめにしたんですね。はいはいはい、そうです。抑えめにしたんですけど、その方がすごく感情が抑えめにした方がいいですかね。いいです、いいです。山歌とかそういうのと違って、こうやっぱり花びら花ですから、優しく淡く思いながら、もう思いっきり最初からもう張ってましたわ。最初から歌い方としては今のも全然違って全然違って、かっこいいです。すごく弾きやすいです。感動しますよ。感動しますよ。世界一から言われたらもうしょうがない。大丈夫です大丈夫でしょうか。はい、ということでね、ちょっと今いろいろご指導いただきましたけれども、ちょっとそういうところをね、意識しながらどういう感じか、ちょっと本番で歌ってみたいと思います。はい、いただきます。お願いします。はどんとこい、どんとこい。わたしゃーまむろがわの梅の花子や、あなたまたこの町のうぐいすよ。あこりゃこりゃ、花の咲くのを待ちかねて、こりゃつぼみのうちからかよってくれ。あどんとこい、どんとこいと。お粗末様でございました。はい、前やっぱり全然いいです。大丈夫です。それを忘れないように、こう滑らかに歌うことを頭に置いて練習すれば大丈夫だと思います。どうもありがとうございます。はい、はい、それではですね、今日はね、特別でございますよ。もう岸先生のね、岸先生の歌声が聞けるということで、すいません、岸さん、マムロガバンド、日本一のマムロガバンド、一曲ちょっと歌っていただいてよろしいでしょうか。はい、わかりました。手本になるかならないかわかんないんですけども、一応歌ってみますので。すいません、お願いします。ありがとうございます。それではお楽しみくださいませ。はどんとこい、どんとこい。わたしゃまむろがわの梅の花、この町のうぐいすよ。あこりゃこりゃ、花の咲くの町へかねて、こりゃつぼみのうちからかよってくる。はどんとこい、どんとこい。いや、先生、どうも本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。だから最初言ったみたいに、こう滑らかにそれを頭に置きながら練習すれば全然違うと思いますので、流れるように、はい、流れるように意識してやりたいと思います。はい、頑張ってみてください。ね、日本一、世界一の民謡の岸さんでございました。本日は誠にありがとうございます。はい、ありがとうございました。ご苦労様です。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。